彼女はまるで太陽だった。うららかなその笑顔に照らされて、暗き乱世に沈んだ色とりどりの花が咲き乱れ、殺伐とした戦場を謎の美女軍団がかき回す。軍団長ガラシャの驚くべき最終目標とは。百花繚乱の章。トラマツに譲って楽隠居したい。そしたら普通の女の子になって、おっきな手、無理だ、可愛くない。可愛い女の子になりたいな。トウ、トウって、そっちは何を望む。可愛い女の子になりたい、なりたいです。ドーン、その望み叶えてやるのぞ。こーら、わらわちゃん、この子引いてるから。ごめんね、びっくりしたでしょ。こっちはわらわちゃん、元箱入り娘で、自分探しの果てに迷子になって未だ瞑想中で、私は小少将、わらわちゃんの監督役。ところで、あなた、わらわにその見事な体、預けよう。永禄3年、駿河の有力大名今川義元が桶狭間で織田信長に討たれ、時代が大きく動き出した。後継の氏真に義元ほどの器量はなく、今川家は没落。甲斐の武田信玄は今川との盟を破棄し、今川領を攻める。氏真はあえなく敗れ、遠江の掛川城に撤退したが、そこにかつての配下である徳川家康が攻め込んだ。元主家や身内すらも滅ぼさなければならない。血で血を洗う戦国乱世の姿がそこにはあった。この殺伐とした雰囲気の中に、ガラシャ率いる謎の美女軍団が乱入した。百花繚乱の章、掛川城の戦い。掛川城を落とし、今川を滅ぼす。何者だ。ダウン、お邪魔するなじゃ。女子が1、2、結構おるの。なんですよね。助かります。まずは地下道より天使を目指しましょう。ミナトも杉目武者も磨けば光りそうなのじゃ。敵将懲らしめてやったのじゃ。敵将
今川家中には我らに味方してくれる者もいるはずだ。その者は近づかば従ってくれよ。撃つべき者、撃たざるべき者、見極めねばな。この子に用はないのじゃが、軽く転がしておくかね。なおとら、この戦は手を貸してやるゆえ、勝ったらその高慢な体預けてもらうぞ。すいません、よくないな。もしもーし、聞いてない。国将、討ち取ってごめんなさい。東海の平和を守れるのは家康殿しかおらん。貴重な味方をみすみす撃ってしまうと。家康、本気で鬼になろうってか。この数も試してやら。平凡、いかん、閉じ込められた上、北条勢の奇襲とは。城の三階より城外へ抜けられるところがある。速やかに三階の敵将を撃ち救援を。敵を城内に引き込み、その隙に小太郎に本体を襲わせる。我ながら上出来だ。もう戦が始まっておったか。野蛮な戦はいやいや、みやびに迫りたいの。徳川の覚悟ってやつの中身が見えてきたぜ。我らは是が非でも今川を滅ぼさねばならんのだ。開門。頃合いか。朝天守に氏真殿がいるようだ。側近を討ち、氏真殿を捕らえよ。いやいや、殿じゃの、ファラオが捕まえてくるのさ。
におるゆえ門を開けてほしいの。庭で無害な氏真様を脅してけど、てめえらの罪数えさせてやる。開門。ややあれはオナゴか。怖い、禅門の熊、肛門のタヌキじゃのう。マロは逃げるの。やっちゃうのじゃ、大天罰じゃ。開門。氏真に愛想尽かして今川の家臣どもが逃げ始めてるじゃねえか。なんと見事な。さあ観念してわらわの仲間になるのじゃ。じゃあもう意味が分かんないって言ってんのよ。お母様が生まれ育った家、守ってきせ。守りきるぞ。風は切れ、風はやばい。大天罰じゃ。スッキリなのじゃ。あ、戦に専念できなかった。これでは家康様にお叱りを受けます。いやいや、心配ご無用なのじゃ。そちの身はわらわがドーンと預かるゆえ。ナオトラ、わらわにその体預ける決心はついたな。陽気に参ろうぞ。ちょっと待ってください。家康様に断る必要もありますし、井伊家のことも。もったいないの。そちが家のことで悩んでおる間にも世は動いておる。大名にも民にもあなたにも幸せになる権利はあるの。さ、
私たちと一緒に自分を解放するのよ。びっくりした。今までどこにいらしてたんですか？ほら、私はわらわちゃんの頭脳だから、汗かき役は他の人に任せてるの。うむ、師匠はわらわたちの支配人じゃ。支配人に任せておけば全て安心なのじゃ。ナオトラ様を愛する息子から引き離すつもりですか？さらうのならこの私を。よくぞ申した。ならばソチも連れて行くのじゃ。ソチは凛としていて目が綺麗なのじゃ。ナオトラ様、これはドーン。何かの術でしょうか。イナさんの目がドローンとしてフラフラとあの子と握手を。はい、イナちゃん仲間入り。黒髪でウブ、男の心わしづかみね。ナオトラ、焦らずともよい。わらわとソチはダチじゃ。決心がついたらいつでも来るがよい。行っちゃった。イナさん、私のためにごめんなさい。でもあの子ドーンって可愛いな。明るくて元気で自分に自信があって、私やっぱりあの子みたいに可愛くなりたい。